8月17日、第3回青森ユース U18 サッカーフェスティバルの準々決勝と準決勝が行われ、大勢、東京、OPK 戦の末に下した初芝、橋本、和歌山と日大藤沢、神奈川を一対0で下した青森、山田、青森が決勝進出を決めた。 フォトギャラリー、青森山田 VS 日大藤沢なお決勝は18日に各広グループアスレチックスタジアムで開催される、青森ユース決勝は初芝橋本 VS 青森山田に決定。